ハヤトの野望チャンネルへようこそ。自分だけのアニメスタジオを経営するゲーム、アニメスタジオ物語、今回もプレイしていきます。はい、というわけで前回ですね、見てください、めちゃくちゃ立派なオフィスに引っ越しました。多分これビルの最上階だと思うんだよね。でアニメの方もかなり人気作続出しました。視聴数なんと100万人を超えています。視聴率 10% 超えてたしね。ちょっとこのもののけ猿だけちょっと微妙だったんだけど、点数も75点76点高い点が取れるようになってきたんだよね。なので今回こそアニメグランプリ受賞できるように最強のアニメ作っていこうと思います。まずはちょっと資金稼ぎのために1本アニメ作っていこうかな。あ、新しい舞台増えてる。南の島、魔界。魔界ってなんだよとりあえず南の島行ってみるか。南の島舞台、南の島といえばチンパンジーか前回からチンパンジーの人気がすごいんだよな。やっぱりチンパンジーと冒険だと思うんだよ。南の島でチンパンジーの冒険を描いた作品です。まあ都市ブロード TV ではチンパンジーもの鉄板だからな。まずはこれを作っておこう。まあ資料集あたりに監督させておけばよかろう。今回結構筆乗った感じするな。人気が出そうな設定です。来たよマジチンパンジーに外れなしなんだが。よし、新人を雇いたい。広告映画を流す。2億かかるけどちょっと広告流してみるか。2人さらに余計に雇えるようになったからな。お、オーラ来てる。いいぞ。キャラクター性上げていけ。主人公は継続して脱サラ忍者太郎。市場価値もう2000万まで来てるじゃん。ものすごい変わり者主人公。社長、お、スタッフ募集に5名の応募。いいね。あー、かなり高いかも。センス68もある。ピエール新秋津。これめっちゃ優秀かも。あ、岡本玉三郎もすごく優秀。いや、やっぱ優秀だな。あ、すごい。オルテン・ステファン、作画監督、画力96。ちょっと待て、優秀なやつが多すぎるかも。木村俊之介、微妙だな。足つかべれ。あ、音響担当来たな、ついに。音響マンいないよな、今。うち。まず足塚ベレー、早く有名になるよ。私が頑張るのでよろしくね。頼んだぞ。もう一人誰だろうな。これめちゃくちゃどいつもいいんだけど、正直2人以上雇うのありだな正直ありだな。岡本玉三郎めちゃくちゃいいと思うんだよな。オルテンステファンどうかな。誰かクビにできそうなやついるか。後藤八郎太微妙かもな、こうしてみると。よし、後藤八郎太はいいかな。はい、人材8人になりました。ちょっと足引っ張ってそうなやつもクビにしたし、これで南の島チンパンアニメがさらにいい作品に仕上がるでしょう。さあ、今年のアニメデミー賞、うちからはもののけ猿。もののけ猿はちょっと微妙だったからダメだろこれなんか撮れない、映像賞ぐらい撮れない。昇降場セーター面白いけど面白いけどさ。あ、ナイスサウンド賞取ったもののけ猿、よかったよかった。1000万だからな、言うてな。俺が欲しいのは副グランプリかグランプリなんだよ。グランプリ遠いなあ。さあ、試写会です。試写室があるからかなり底上げされるはず。俺なんかいまいちだったな。もうちょっと期待していたぞ正直。やばい、5000万しかない、お金が早く公開しなくては。お前らの給料払えねえぞ。さあ仕上げだ、早くお金を稼がねえと。今回映像最高記録だから結構期待できる。さあ、南の島チンパンジーの冒険ものタイトルは、はい、できました。タイトルは南の島から猿編です。もう完全にドキュメンタリー方向に舵を取ってみよう。まあ、アニメなんだけどねアニメなんだけれども、うわー、87点殿堂入りしたんだけど、嘘だろすごいことになってしまった南の島から猿編、多分毎回ミステリーハンターみたいな人がいるんだよこれどこに向かってるんだよ。殿堂アニメ認定されました。物語の舞台南の島はうちの局でも視聴者の評判がいい。マジかよ、南の島もので行くといいのかもな。さあ、これめちゃくちゃお金稼げるんじゃないか。3月末までにお金稼がないと破産するけどやばいからな言っとくけど。さあ、集計速報、視聴者は26万人、視聴率 16%。 もう割と誰でも知ってるぐらいの作品に仕上がってるぞ南の島から猿編。すごすぎだろ。ああ、よかった、なんとか破産は免れそうだ。
自社最高視聴者更新来たぞ。140万人、150万人来たな。スタッフの合計年俸6400万円だけど、全然問題ない。こうなってくると次の作品難しくなってくるな。南の島人気って言われたけど。はい、たまったお金で一気にアニメのテーマを発見しました。これでもっと変わった感じのアニメ作れるかもしれない。いやー、でも次もっと大きいテレビ局5億かかるから全然お金足りないな。都市ブロード TV で作るか。で、舞台はなんか魔界っていうの増えてるし、魔界で作ってみるか。内容なんだ、魔界、魔界こそ冒険じゃねえのかチンパンジーはいらないだろうな、もう。あ、お化けとかあるな。魔界って言ったらお化け、あ、死神とかどうだろう。いや、死神はあの世だからな。魔界といえばやっぱお化けだろう。魔界、お化け、スマートフォンよし、これで行ってみよう。これで死神とか行くとちょっと無難すぎて視聴者に飽きられそうだからな。制作決定、魔界が舞台でお化けとスマートフォンの物語ですね。この作品の監督は誰にしましょう。テーマ決めたの僕だけど、どんな物語になるか全く想像つきませんいや、誰にやってもらおうかな、監督。お、勤務態度 S だって、すごいな。あ、静かベレー、じゃあ静かベレー行ってみるか。頼むぜ、魔界、お化け、スマートフォンものどこでスマートフォン出てくるんだろうな。魔界でも iPhone なのかなもうキャラクターとシナリオ完全に無視してるんだけどあ、人気が出そうな設定、本当かよあ、もうやるしかねえ。船は出発してしまったんだ。社長、制作中のアニメについて私の職業を生かしたいい案が浮かんだ。本当かよあ、まあやってもらってもいいよ。2000万かかるって言ってる。頼むぞ、じゃあ。さあ、行け。オルチェンステファン。大成功。はい、来た。お、めちゃくちゃ上がってる。いいよ、いいよ。そろそろ新しい主人公も欲しくなってきたな。脱サラ忍者太郎に続き。っていうか、毎回アニメの主人公が一緒ってどういうことなんだよ。視聴者もびっくりするよ。同じシリーズなのかな。さあ、試写会。ちょっと今回キャラクター性が弱いかもな。魔界スマートフォンもの。お、オーラ出してくれてる。よしよし、持っていけ持っていけ。よし、完成したぞ。18作目。タイトルなんだ、魔界のお化けスマートフォン。はい、できました。速報、魔界にも IT 化の波。もうほぼほぼニュースですまあ現代社会もね、かなり AI とかでね IT 化進んでると思うんですが、きっと魔界にもこれが来ているだろう、アニメのような速報ですなんかちょっと方向性おかしくなってきたな。放送しよう。大丈夫大丈夫、視聴者は騙せる。79、あー、殿堂入りしなかったそうか。あ、魔界は視聴者の評判があまり良くない。そうなのか、南の島じゃないとダメなのかよ。おかしいだろう。視聴率は 13.9%。 まあこんなもんかって感じだったな。ちょっと社員の能力を鍛えないとグランプリ難しそうだから、一気に南の島アニメ作りまくってみるか。魔界はどうやら人気ないみたいだからな。南の島がいいんだろう、お前ら。ドキュメンタリー増えたぞ。ドキュメンタリー、チンパンジー、南の島、今度こそハマっただろう。もうアニメ作る気ないだろこれよし、資料集頼む。最高の脚本仕上げてくれ。今は金を稼ぐ時なんだ。おいおい、やる気ねえなおめえちょっと待て、人気やるその設定です。お、魔界にも IT 化の波、大人気雑誌紹介とって、意外とちょっと頑張ってんのか。まあ、100万は超えそうだね。いいねいいねいいね。正直そんなに期待していないが、ちょっとやばい感じするな。南の島ドキュメント。なんか全体的に低調で進んでる気がする。大丈夫か？結構やる気出してんじゃないか。いいぞ。一個も3桁いかない可能性が。お、脚本だいぶ上がってきた。いいぞ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 。脚本は何度か見れるものになりそうだな。さ、試写会だ。おお、めちゃくちゃ映像上がったじゃん。はい、シナリオは今までで一番いいぞ。さあ、アニメデミー賞。スタジオ24からは、南の島から猿編と、速報魔界にも IT 化の波。NHK かな多分実写だと思う。アニメじゃないと思うよ。映像賞は選ばれず、ナイスサウンド賞。あ、ナイスサウンド賞取っちゃったよ、南の島から猿編。これ期待してたのにな、準グランプリ。さあ、準グランプリは、あ、来た来た、準グランプリ、速報魔界にも IT 化の波。ついに来たぞ。IT 化を果たして準グランプリ取りました。ダメアニー賞は選ばれなかった。いや、グランプリは見事ドクタースカンク。
ダメか。でもついに来たぞ、準グランプリまで。あと一息だ、グランプリまで。お、今のアニメをなんか強化してくれるみたいなこと言ってる。頼むぜ。さあ松木ナイン頼む、もっとクオリティを上げてくれ。大成功。はい。うわ、めっちゃ上がってる、めっちゃ上がってる。え、これ過去一じゃないか。音楽以外全部新記録出てる。さあ完成したぞ、チンパンジードキュメンタリー、最後のチンパンジーものになるかもしれない。はい、できました。タイトルはチンパン地球機構です。なんとなく字数が余ってたんでカッコサイってつけてみた。再放送かよ。初回放送なのに嫌がらせでしかないだろ。さあ放送だ。さあこれかなり期待できるぞ、来い。85きた、殿堂入り。再び殿堂入りしました。いや、ドキュメンタリーいいじゃん。企画内容は結構良かった。殿堂アニメこれは過去一ありえるぞ。初週にも32万人見てくれてる。視聴率 18.4%、 いいね。チンパン地球機構過去最高いきそうだな。190万人だったからな前回が。おお、ついに200万人突破したぞ。過去一でした。よし、次のアニメに行くか。お金貯まってきたから放送局これいけそうだな。アニメ放送協会、これはもう完全にアニメ向けのところなんじゃないのかな。アニメ放送協会5億で買いました、放送する権利を。高すぎなんだよ。舞台どうするかな、まあ、内容から決めてみるか。ちょっと舞台先に決めると狭まっちゃうからな。ドラ焼き、ロボットドラ焼き、やばいだろ。待て待て、ロボットドラ焼きってあるんだけど。近未来、近未来ロボットドラ焼き、これ絶対やばいぞ。どっかで聞いたことあるやつやこれ。誰が脚本書いても一緒だよこんなもん。よし、パンティラコ頼むぞ。近未来が舞台か。ロボットとドラ焼きを主人公はここで登場させて。おっちだいぶしょぼいけど。あれ、人気が出そうな設定なんで、そんなもん国民的作品になるはずなんだけど。おかしいなぁ。節操なく参考にしていけ。パクっていけとは言っていない。節操なく参考にしていけ。あ、ちょっと新キャラ作りたいな。そうなってくると頭は丸い方がいいと思うんだよな。いや、メカっぽい主人公を作りたいんだけど、メカっぽいのが全然ない。しょうがないから違う感じで作るか。はい、できました、新キャラです。おばあちゃんにしました。キャラクター名はこう一点ヒーローヨネ決定。内容を短くしてください。なんでだよ。ダメか、ヒーロー抜けばいけるかな。こう一点ヨネ、若かりし頃は多分戦隊もののこう一点だったんだね。若かりし頃はだったら若いやつ作れって感じなんだけど。よし、キャラデザ、みよきち頼むぞ。いいキャラ作ってくれ。完成。はい、新キャラクターこう一点ヨネを図鑑に登録しました。お、だいぶ可愛い、可愛くて勇敢みたいになってる。いいじゃん。さあ早速新作アニメの主人公を決めねばならんので、こう一点ヨネいきます。今回の主人公だ。素敵な笑顔で魅力を出す、いいね。正直誰が主人公でもそんなに変わらん気がしてきている。めちゃくちゃ勇敢にしよう。こう一点ヨネヒーローだからな。ちょっとした可愛さも持ちつつヒーローにしていこう。お、新しいテレビ局来ちゃったんだけど、ちょっと待ってくれ、俺権利買ったばっかだぞ。テレビ夕日。ちょっといろいろ際どい名前が出てくるな。さあ試写会だ。後ろの方にかなり足されたね。まあまあ悪くない感じだな。 NG 多すぎなんだよ、60個って。もう仕上げ作業の時間がかかりすぎてしょうがないんだけど、まあ8人いれば割とすぐか。 NG 多い方が逆にその間に作業できていいまである感じになってきたな。もうさあ近未来ロボットどら焼きアニメ完成したぞ。もちろんタイトルは、はい、できました。近未来を舞台としたどら焼きロボットのアニメのタイトルは歴史改変青だぬきロボです。だいぶ怖い感じだけど。さあ行くぞ、これはうちの渾身のタイトル。79、マジかよ、殿堂入りギリギリしないの。これはいけるだろう。近未来はうちの評判がいい。あ、でも人気は出るって言ってる。さあ行け、歴史改変青だぬきロボ。初週に36万6000人、視聴率 19.8%、 もうちょいで 20% いきそう。もう今時 20% とかなかなかいかないぞ。代表戦とかぐらい、スポーツの。20いった、20いったぞ。歴史改変青だぬきロボ、まだまだいけるぞ青だぬきロボよ。さあ今のうちに社員もっと教育していくか。これで作画監督がレベル5になりました。画力189、いいぞ。何か教育すればもっといろいろ覚えてくれそうだな。
お、ドラゴン。ドラゴン覚えたってことは、そろそろあれ作れるぞ。アニメの内容にわけわかんないのが一個あるんだよね。これ7つの玉。これ何かなって思ってたけど、例のあれだろ、7つの玉って。絶対。7つの玉のドラゴンか、それとも冒険か、どっちでもいい気がするんだけど。いや、やっぱ冒険だろ。近未来冒険7つの玉。これは過去一ヒットするはず。っていうか7つの玉ってもう1個しかないんだよ。もう、ドラ焼きのロボットと同じで。いや、誰にやらせるかだな、監督。作画監督、オルテン・ステファン行ってみるか。頼むぞ。お、結構筆が乗ってるんじゃない？いいね、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 いいね。人気が出そうな設定です。傑作ですね、じゃないのかよ。はい、歴史改編青田抜きロボ終わりました。26万人。ちょっと右肩下がりだったな、歴史改編青田抜きロボ。ただ一応、うちの会社的にはナンバーワンだったね。チンパン地球機構を超えました。でも正直国民的作品になってほしかった。俺はがっかりだよ。お、5300万円でクオリティ上げたいって失敗。おい、失敗したら許さねえぞと言おうとしたら、ふざけんなよ。お前5000万って、ちょっとやってみよっかなとかじゃないんだぞ。よし、こう一点四ねでいこう、今回も。本当は尻尾の生えた格闘家にしたかったんだけどな。まあ、仕方ないよな。よし、めちゃくちゃ勇敢にしておこう。キャラクター声優、つか音楽めちゃくちゃ弱えぞ、これ大丈夫かよ。ダメかもしれねえ、これ。設定はめちゃくちゃ良かったんだけどな。あ、でも音楽はまだ試写会で漏れる可能性あるからな。うん。あ、まあ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 。さあ、今年のアニメデミー賞は、うちからはチンパン地球機構と歴史改編青田抜きロボ。いや、まあそれなりのとこ行ってると思うんだけど、グランプリまでは行かないだろうな。はい、サウンド賞を歴史改編青田抜きロボが取りました。準グランプリはチンパン地球機構。あ、ここまでは行くんだよな。グランプリが全然取れないな。くそー、まだまだ社員鍛えないとダメなのか。さあ、7つの玉冒険者、もうあれしかないだろう。はい、作品名は、オラワクワクすんぞ。もう隠す気なし。あー、81点ギリギリ電動。でもギリギリ電動じゃダメなんだよな。お、大人気雑誌で紹介されました。オラワクワクすんぞ。いいね。いけるか？ワクワクすんぞ。24.9%! 視聴率は過去一。ちょっともっとお金稼ぐために作っていくか、何か。コロッケとかあるな。コロッケどうかな？コロッケを4畳半で食べる。普通の暮らし。住宅街の4畳半でコロッケを食べる話。ふざけてんだろ。よし、制作決定。すごいほのぼの系行ってみよう。資料集で。4畳半ってことは一人暮らしなんだろうな。家族ほのぼのアニメにもならないんだよ。傑作の予感がします。嘘だろ。なんでだよ。お、社長の制作中にアニメについていい案が浮かびました。マジかよ。じゃあ頼むわ。今度こそ成功してくれよ。判決お尻犬。うわあ。ちょっと待て、期待してたのに正直。今度いけるかと。もちろん主人公はこう言ってんよね。まあ、ヨネだったら美味しいコロッケあげてくれそうだもんな。勇敢をあげていく。どこを目指してんだよ、このアニメ。いや、傑作って言ってたけど、いまいち数字は伸びてないぞ。オラワクワクスーツ放送終了しました。380万人見てるぞ、おい。オラワクワクスーツ最高視聴率 27%。もう出せば出すだけ売れる時代来てるかもしれない。もうこれ以上大きいスタジオもないみたいだし、あとはひたすら社員鍛えてアニメ作っていくしかないな。よし、完成したぞ。4畳半コロッケアニメ。内容全然想像つかないんだけど、組み合わせはいいって言われてる。はい、タイトルは後期高齢者の日常です。こう言ってんよね。昔ヒーローだったヨネが4畳半一人住まいでコロッケをあげ、自炊でね、食費を浮かせながら年金暮らしをするという物語です。僕だったらあんまり見たくないんですけど、これから高齢化社会を迎えるにあたり、主人公もね、やっぱりお年寄りにしてもいいのではないかと。そうだ。あ、これどうなんだろうな、点数。82点灯入り。微妙なとこだったな。あ、こう言ってんよね。最強キャラ部門2位なんだけど。キャロット五郎に続き。これ悟空だろう。2位ってなかなかだぞ、おい。すごいな。
視聴率 23.7% もう上がり続けるのかこれは。ひょっとしてちょっと社員転職させてみるか。足塚ベレー勤務態度 S なんだよな。こいつをちょっと鍛えていこう。あ、ステータス下がるのかこれ転職すると。まあでもやってみるか。でレベルアップ。さあ最強に育つんだ。でこれでまた転職すれば次は脚本。すごいぞ、何でもできるようになってきた。めちゃくちゃ給料も上がっていってるけど。さあ、原画マンとしても成長していけ。転職&レベルアップを繰り返して、何でもできるオールラウンダー作っていこう。さあ、後期高齢者の日常、調子はどうだ？結構上がっていってる。グランプリは難しいかもな、でも。あ、久々にファンレター来たぞ。こんにちは。僕はスタジオ24の作品の大ファンです。この前の後期高齢者の日常は友達にビデオを借りて見たほどでした。そこまでして見るもんじゃないよ。住宅街が舞台で、コロッケと4畳半の組み合わせはちょっと熱中できませんでした。そりゃそうだろう。今までずっと好きだったのにがっかりしてしまいました。もうファンもやめようと思ってます。でも次も見ちゃうかもしれません。うるせえ。黙ってみろ。タイトルで気づけよ。自分が求めてるものじゃないことに。新アニメ作るか。内容悪かったな。4畳半でコロッケ作ってる場合じゃなかったよ、どう考えても。美少女とかいいんじゃないの。美少女が出ればみんな納得するだろう。美少女イケメン、学園美少女イケメン、もうこれしかない。制作決定。くっそありきたりな中身になりそうだけど、よし、足塚ベレー、こいつに任せましょう。めちゃくちゃ今鍛えてるんだよね。脚本、キャラデザ、音響はすでにレベル5。すべてを極めた男にします。この手塚先生を。手塚先生お願いします。足塚先生。原画マンとして絵では負けないような作品になるよう監督していく。お、いいよ。こんだけ鍛えればめちゃくちゃすごいんじゃないの？言うほど絵が良くないけど。先生。先生？はい、傑作の予感来た。来た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 。人気じゃなくて傑作の予感だ。そろそろグランプリいけるんじゃねえのか？ちなみに後期高齢者の日常は340万人が見ました。あら、オラワクワクすんぞに負けてるな。まあ、そりゃしょうがねえよな。7つの玉集めるアニメ人気だもんな。まあ、そりゃ致し方ねえ。いいよ、オーラ出していけ。あ、二人同時にオーラ出てる。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。脚本かなりいいじゃん。主人公は高 1.4 年。美少女ものじゃなかったのかよ。まあ、ちょっとぐらい年いっててもいいよな。さ、試写会だ。さすがにこれだけ人数いると壮観だね。さあ、今年もアニメデミー賞の発表です。スタジオ24からは、オラワクワクすっぞと、後期高齢者の日常。いやー、取れるかなー。オラワクワクすっぞはグランプリの可能性ゼロではないと思う。ナイスサウンド賞は、オラワクワクすっぞ。準グランプリは、後期高齢者の日常。オラワクワクすっぞがグランプリの可能性ゼロじゃないと思う、これは。ダメアニー賞は、パンダ。さあ、来い！グランプリ！今年のグランプリは、見事、パーママン。いやー、グランプリ取れないなー。もうお金はかなり余るようになってきたから、予算際限なくつぎ込んで最強のアニメを作りたい。さあ、今回は学園舞台の美少女イケメンもの。タイトルなんだろうな。はい、できました。作品タイトルは、所詮人間は顔。だいぶ攻めたタイトルだけど、もうかなり視聴者をバカにしていると言っても過言ではない。所詮人間は顔。いきます。さあ、これどうなんだ。86か。90超えないな。殿堂入りはできるようになってきたけど、やっぱもうちょっと全員鍛えないといけないんだろうな。視聴率 28.9%。 もうすごいけど、 30% 迫ってるけど、これでもダメなのかよ。よし、足塚ベレーさん育てていこう。さあ、これで原画マンも極めました。ディレクターと作画監督をできるようになったみたいな。じゃあまずディレクターからやるか。あ、もうポイントが足りない。くそ、足塚先生鍛えてなんとかグランプリ目指していくしかねえな。まあ、とりあえず殿堂入りはできるようになったし、今回ここまでにしとくか。次回こそグランプリ目指して社員教育していきましょう。24時間体制で。ご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はね、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃまたね、バイバイ。うわ、自社最高視聴者記録してるぞ。所詮人間は顔。視聴率 30% いってるしな。次回だな。